簡単な狐を折ります。同じ色の折り紙を2枚用意します。まずは頭の部分です。白い方を上にして三角に折ります。この先を手前の1枚だけ折り返します。裏を向け、折り返したここを目安に折ります。反対側もこのように折ります。裏向けて、これで顔の部分の完成です。体の部分いきます。白い方を上に向け三角に半分に折ります。このような形に置き、後ろの方へだいたいこんな感じに折ります。これで体の部分が完成です。そしてのりで顔の部分と頭の部分をつけます。これですね。これで簡単な狐の完成です。折り図での説明です。頭の部分です。1、三角に折ります。2、1枚だけ少し折り上げます。3、両端を向こう側に折ります。頭の部分は完成です。次は体です。別の折り紙を用意をし、1、三角に折ります。2、点線のあたりで向こう側に折ります。体の部分が完成です。頭と体をのり付けして完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。